どうも、ぺこぱチャンネルグラノニマ様、こんばんは。ぺこぱのショーフィンジータヒューです。そして、こちらが1と1で、シュウペイです。シュウペイです。っていう手遊びがあるらし、があるらしいです。悪くないだろう、情報ありがとう。はい、あ、はい、1と1で、シュウペイですがあるんじゃなくて、1と1で、なんとかかんとか、2と2で、カニさんっていう、なんか、手遊びがあるって教えてもらって、保育士のファンの方かな。だからシュウペイポーズはね、本当に芸人がやってるギャグで真似できる年齢層で言ったら一番低いですからね。ゼロから100までいってますから、ね、そうそう、ゼロできるよ、多分頑張れば。本当にどうでした、シュウペイさん、ラジオいいですね、楽しいっすよね。ちょっと急がないでよ、ちょっと。何が、シュウペイさんどうでしたって聞かれたら俺答えようと思ったのに、シュウペイさんどうですかって言って、楽しいでした、楽しいですよね、はい。いや、その時間がないっていうのが入ってたから急がなきゃと思って。いや、いいですよ、そんな言わないでくださいよ。いやー、なんかさ、いやでも確かに、ほんと3つ全部、うん、自分たち的には楽しかったし、うん、まあ、大きく言ったら、うん、一番最後 TBS ラジオなんかは、うん、オールナイトニッポンゼロと文化放送をこう、うん、なんかこう回収した感じもあったし、なんか、うん、それぞれでさ、の番組でなんかいろんな色が出てたなっていうのはあった、うんうん、そうだな、確かに TBS ラジオ全部伏線回収してたな。そうね、しかもまあ、うん、なんか反響っていうかね、結構言ってもらいましたっていうのも、うん、うん、その、でもさ、俺らは今後、シュウペイさんももちろんラジオやりたいと思ってるじゃん。はい。俺はすごい課題というかさ、お、誰が回す問題あるよね。まあね、そうなんすよね。そうなんだよ。本来ならば、うん、ショーニさんがもう全回しで、うん、まあ、コーナーごとにはあれかもしれないけど、うん、で俺はもっとこう自由にシュウペイでいたいわけよ、うん、もっと書き回したいのよ、実は。だからさ、俺思ったんだけど、やっぱり松陰寺太夫はさ、うん、1時間2時間回すのは俺は多分無理だと思うんだよ。そうですね、無理ですね。はい、あんまはっきり言うなよ。テレビでも2時間番組、2時間スペシャルとか、うん、でも、うん、こうギリだから、うん、そう、だから俺基本的なスタンスは、うん、やっぱり松井裕太を軸にしたいのね。まあラジオだったらまあ OK ですよ。そうそう、ラジオだったらね、うん、でその中でコーナーで松陰寺が出てくるみたいな、うん、はいはいはい、でシュウペイがボケるっていうスタンスが俺は一番いいかなと思ったんだけど、うん、あとなんかさ、俺最近さ、うん、シュウペイがボケるっていう言葉あるじゃん、うん、俺の中でそのボケるっていうのはさ、うん、すごくやっぱ大事な、なんていうのかな、その一ボケとかだと、うん、その芸人さんにとって、うん、俺あんまりさ、うん、そういうの考えてないからさ、うん、なんかボケ、シュウペイがボケるっていうとちょっとやりづらくなんだよ。なるほど、シュウペイボケろって言われると、え、どうしたらいいのってなるってこと、うん、ちょっと構えちゃうの。ああ、そうだから、この、お題に対して大喜利だよね、うん、例えば、うんうんうん、っていうと俺ちょっとね、分かんなくなっちゃう。なるほど、いやそれはね、よく俺もね現場であるな、その、そうだから、シュウペイはシュウペイで、うん、その辺に貼っといてほしいんだよね。なんかね、ここでシュウペイボケねえんだとか、うん、逆にここでボケてきたとか、うん、これがやっぱその芸人からしたらさ、ちょっと考えられないルールで来るから、うん、それが面白いんだと思うんだよね。そうなの、俺そこの、うん、ここだってとこにあれいけてない、やっぱだから、ここだって時に急になんかモードがさ H とかになってさ、いきなり H モードになってる、そう、 H になって答えたり、コメンテーターの C だっけ、コメンテーターモードC だね、そう、急に C 発動したりさ、で、ここ絶対
そのここは真面目にいかないいかんやろって時に急に指で顔挟んだりするからさでもこれは多分ねそれでいいんだと思うんだよね。いや俺もね、なんだろうね、それをちゃんとやんなきゃいけないのかもしれないけど、俺はもうそれができないからシュウペイなんだよね、うん、多分そうなんだよなだからやっぱり俺ラジオやっててだからそこを松陰寺さんに俺は任せてるんですよ。だから多分ラジオはね松井裕太が回しつつなんだけど、うんうん、松井裕太もたまに暴走するやん。そうね、その時はシュウペイが止めてくれたらいいかなって思ってるんだけどね本当は止めたくないんだよな。いや、止まらなくなっちゃうよ、やっぱ一人で喋ってると全部やってくれたらね、本当にね、うん、俺らすごいくなると思うよ、多分だから多分さ、ぺこぱは厳密に言うともう一人いるんじゃねっていう結論になるよねトリオうん、って最近思ってる。だってロケとかしててもさ、誰もまともなことやってねえじゃん。そうね、でもね、俺はね、それがやってるときは楽しいんだけどね。だってオープニングとかでさ、俺がさ、どうもーっつってさ、なんかすげえシュッシュとか首振ってさ、で、普通だったら、おい、何やってんだよ、お前、自己紹介で時間使いすぎだろっていう人がもう一人いるはずなんだけど、蓋を開けてみたら、指挟んでシュウペイが出てくるっていうさ、これどうなんだよっていう、普通に考えたらね。シュウペイつかないよね。うん。だからやっぱラジオはね、ラジオは映像がない分、そこのバランスをちょっとうまくやりたいなと思って。そうね。でもまあ、それがまあ、俺たちでいいんじゃない？そうか。なんか、この人っぽくなりたいとか別にないしさ。まあ、でもその中でいけばいいんじゃないですか、まあ、俺も無理し。あと、やっぱラジオは本当職人さんが本当頼みだね。あってのだね。職人さん、ラジオ。リスナーあってのだね。そうそう、ネタメールがやっぱ俺はもう好きすぎるからさ、もうね、オールナイトニッポンからあの腹を切るリスナーがたくさん出たけどさ俺はもう面白くてしょうがない。その伝説のそうだね、やっぱラジオってそれがあってのじゃん。そうそうそう、お客さんの見てる人もさ、だからいいかもね。いやだからちょっとね、また今後ね、ラジオちょっとまたレギュラーやりたいけどな、決まったらいろんな企画やってね。そうね、はい、まあ、ここでやれるかっていうのはまだわかんないけど、俺らはまあやりたいっていう気はあるからね、あと俺個人的にあのシュウペイがあのニュース原稿をめっちゃ長く読むコーナーやりたいから。いや、きついってあれ実はきついんだって。いや知ってる、だって今まで生きてきて言ったことない言葉めっちゃあるだろ。そうそう、俺ニュース言ってる風だけど、ああほとんど言ったことない言葉を発してるから俺は何を言っているんだっていう、そんな感じだから。あれが面白いんだけど、それをなんとか皆さんにバレないようにやるからさ面白くてさ、それこそ、ああやっぱモードで切り替えないと。そうそうそう、バレなんですよ。いやあれは面白かったないやでもまあ細かいことね、もうちょっとなんか話したいけどね、うん、またそれはなんかこう違う時にやろうか、うん、いやもうラジオはまた呼んでもらえたらね、本当そうね、やりたいね。どっかのやってる人のゲストだったりとかっていうのもさ可能性はあるわけ、うん、うん、そうね、ちょっと楽しみだ。まあ俺も3回やって、うん、まあ大体なんか、あラジオってこういう感じなんだってまだわかんないけど、うんうん、なんかもうちょっとこうしとけばよかったとか、こういうこと話したいとかさ、うん、ラジオならではのってあるじゃん、うん、それをなんか次回はぶつけたいな。いやいいですね、うん、楽しみだな。ちょっとでもやっぱこれ、うん、やっぱリモートってちょっとなんかやりづらいね。リモートはもうちょっとそろそろリモート疲れしてきたもんな、マジで。ちょっとこう話もかぶっちゃうし、こう待ち時間があるじゃん。うん、ちょっときついね。顔色うかがうしさ、隙間を探さなきゃいけないし。そう、俺もさ、うん、こうやってやりながらさ、本当はさ、うわーとかってさ、もっと今やりたいんだけどさ、うん、なんとなくこう、ちょっとこう、どうね、こう会話していいかっていうのがちょっとこう、乱れるのも嫌だからさ、うん、普通になんかこう、うん、やっちゃってるからな。まあ、それはね、もう待つし、時を待とうだよ、それこそ。うん、で俺こうやってやりながら俺ちょいちょいテレビ見てるからね。なんなんだよ、集中しろよこの野郎
さあ、というわけで、ちょっとラジオをちょっと総括してみましたけどね。はい。またね、僕ら単発でもいいですし、レギュラーももちろんありがたいですけど、あれば皆さんぜひ聞いてください。ぜひよろしくお願いします。はい。というわけで、ぺこぱチャンネルラジオのトークでした。どうもありがとう。ありがとうございました。